韓国の豪雨被害で新たに公開された映像1台の車が走る先には目を疑うような光景が広がっていましたアンダーパスが完全に水没している状況となっていますさらに先に進むと 前方の乗用車は水によって押し戻されていました流れ込む雨水の勢いで車が前に進めません韓国で先月豪雨によりアンダーパスで路線バスなどが水没し14人が亡くなった事故生存者らが新たな映像を公開しました 画面右手のバスが前方へ進もうとしますが流れ込む水の勢いで進むことができませんさらに後ろからトラックがバスを押すものの車輪が見えないくらい水につかったバスは前に進むことができないままです。 また、別の映像にはアンダーパス内に取り残された人たちが泳いで移動する姿もなんとか車の上に避難した人たちが消防に救助を求めますが。当時現地には 洪水警報が出されていたものの、交通規制が取られていませんでした。地元当局のずさんな管理体制が指摘されていて、検察が捜査に乗り出しています。